自分のオーダーメイドプロテインみたいなのを発売してるところだと ビタミン C とかなんか体調に合わせたこうアンケート取ってそれに合わせたプロテインすげえ手間暇かかるから高いだろオーダーメイドプロテインみたいな、うん、それは高いな信用できんからさ適当にやってるようにしかもまあ ねやったもん勝ちだよね、うん、雑っていうか誰もわかんねえじゃんはっきり言ってねわかんないねあそれは言えてるゲロは一回食べ、本当にゲロっていうか本当に気持ち悪くなった時だと思う。納豆は食べれるけど豆腐だけ食べてないな。なんか大豆でしょ。あれなんか良くない。考えがたいけどね。麺が白くなるとおかしいだろ。内臓がさ、こう整うような気がするんだけど、逆かな逆に負担かかってダメなのかな
いや、ダンスってシャッてこう、でも確かにでも確かにこれもやもやしてたけどさ、飛ぶとさ、サッとするよね、シャなんでライトつかんの？ここら辺じゃない？うん、まあいいや。消化しにくいのだったらさ、すっげーもうこう、あーとかぞとかぞってこう、体力使うじゃん。よくないよ、お、なってるのか。すごい、すごい、よかった。